アトラクションをモチーフにした、フィギュアがあるんですけれども、このアトラクション、なんかこの口のゴジラの口の中をこうくぐれる、なんかこういうアトラクションがあるんですけれども、それをモチーフにしたフィギュアがこれなんで、ちょっとこれをちょっとご紹介しようかなと思います。はい、タグはこんな感じですね。ゴジラ淡路島上陸バージョンで、反対側がゴジラ迎撃作戦で、国立ゴジラ淡路島研究センターと書いてあります。まあ、この架空の設定なんですけれども、で、この架空の設定のその国立センターの説明が書いてあります。これなんか若干ビオランテっぽいですね。うん、この下に体がついて触手がついたらもうこれで完璧にビオランテになりそうですね。で、背中が、こう赤い、何、背びれはまあ同じ黒なんですけど、なんかこの根元が赤くなっておりますね。で、裏が、ああ、こんな感じか。うん。結構顔をズームアップすると可愛いね。なんか他のフィギュアだとやっぱ頭がちっちゃいから、あまりその目の方が目立たなくて、ちょっと表情が若干冷たい印象だったんですけども、これ拡大されてるんで、なんかちょっと、うん、ちょっと印象が違いますね。ゴジラのファンの皆さんが、ちょっとこう、コロナが収束したら、このアトラクションに行ってほしいっすね。はい。で、おそらく、まあ、オンラインとかでもこれ買えると思うんで、どっかいろんなルートを使って購入してみてはいかがでしょうか。ね。うん。こんな感じです。以上です。ありがとうございました。